こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は肩に効かせるショルダープレスについて解説させていただきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。肩のトレーニング種目で代表的なショルダープレスで、ショルダープレスの中でもダンベルショルダープレスの解説をさせていただきたいと思います。まあ、ショルダープレスですね、まあ、いろいろあると思います。まあ、バーベルマシン、あとはまあ立って行う、座って行う、様々あると思うんですけれども、まあ、ダンベルのショルダープレスの、まあ、一番いい点というところが、まあ、自由度が効くというところですね。具体的にいけば可動域ですね、下ろす位置であったり、まあ、上げるポジションであったり、肘の角度等もその方の目的によって使い分けすることができるっていうのは非常にいいところかなと思います。肩のトレーニング種目の中ではコンパウンド種目ということで、まあ、重ための重りを扱えると思います。ただ、まあ、バーベルのショルダープレスに比べると、まあ、ダンベルなのでどうしても下から上にですね、セットアップの時に持ってこないといけないので、ちょっと怪我のリスク等が出てくるっていうところが、まあ、一つデメリットとは言えるんですけれども、まあ、今回はダンベルのショルダープレスで、まあ、肩にしっかりと刺激を活かせる基本的なフォームを普段私が意識していることについてお話しさせていただければと思います。まず、まあ、ショルダープレスで鍛えれる、まあ、筋肉なんですけれども、これはこの三角筋ですね、鍛えられます。三角筋もですね、大きく、まあ、3つの筋繊維に分かれていまして、前部分、前部繊維ですね、腕を前に上げるときにこう使うこの辺りの筋肉が前部繊維、横側についている手を横に開くときに出るここが中部繊維、手を後ろに引くときに使われるのが、まあ、この後部繊維という形で、まあ、3つ肩の筋肉でもあるんですけれども、このダンベルショルダープレスの場合は主に、まあ、前部繊維と比較的この中部繊維にも、まあ、しっかりと負荷が乗るような、まあ、フォームを解説したいと思います。それではですね、今日はこのインクラインベンチ、背もたれがついている、まあ、ベンチ台を使って行っていきたいと思います。まあ、これを使うことによってですね、実際に上体が、まあ、安定しますので、まあ、初心者の方でもフリーウェイト取り組みやすくなると思います。この角度なんですけれども、まあ、より90度に近く設定いただくっていうところが、まあ、最初のポイントになります。で、まあ、ダンベルを持っていただいて、まあ、足の位置は比較的前の方にセットします。背中がですね、しっかりとこの背もたれについているように意識していただいて、まあ、ダンベルを持ち上げます。ちょうどダンベルが耳のちょっと下ぐらいをイメージして、まずはセットします。で、肘も体の横にしっかりとセットします。で、このまま自然に上にグッと持ち上げていきます。まあ、両腕を耳に近づけてくるように、まあ、頭の上の方まで上げていきます。で、最初のポジションに下ろしてくる。これちょっと繰り返していきます。ぐっと持ち上げる。で、ゆっくりと下ろしてくる。もう一度いきます。上げて、下ろしてくると。っていうのが、まあ、基本的なフォームになってきます。しっかりと、まあ、背中がこの背もたれにつけるような形で座ります。で、このままダンベルを持ち上げていただいて、まあ、ここがポイントなんですけど、肘がですね、まあ、体の体側にしっかりとある形で、ダンベルと肘と床が垂直な状態になっているっていうところが、まあ、ベストです。この状態だと三角筋の前部繊維から中部繊維にかけての負荷も抜けにくくなりますので、まあ、この状態、これが肘が前の方に入ってくると三角筋の前目の方が結構刺激が強くなりますので、このまま上に、まあ、持ち上げていくと。で、ゆっくりと下ろしていくと。まあ、できるだけ腰を反らないような形で、まあ、このまままっすぐ上に持ち上げていって、まあ、下ろしてくる。
っていうところが、まあ、ポイントになります。まあ、よくある NG フォームといいますか、肩に対しての負荷が抜けやすいフォームの紹介なんですけれども、まあ、まず一つ目は足の位置をですね、まあ、手前に引いて上げるときに腰を反ってしまう場合ですね。こういうふうに、まあ、上げてしまうと大胸筋の上部繊維ですね、胸の上の、まあ、関与も入ってきますので、肩にフォーカスする場合は先ほども言ったできるだけ体をまっすぐしていただくということがポイントになります。で、次にですね、まあ、肩の柔軟性にもよるんですけれども、この角度で、まあ、そもそもですね、こう上に上げれなくて肘がですねどうしても後ろになってしまう方っていうのは、まあ、肩の柔軟性が、まあ、あまり正常じゃない可能性がありますので、まあ、その場合は、まあ、しっかり肩の柔軟性を高めていただくか、まあ、少しですねこのシートを、まあ、斜めにしていただいてもいいかと思うんですけれども、まあ、逆に斜めにしてしまうことで肩っていうよりも、まあ、胸の上部ですねの方に、まあ、負荷が入ってしまう可能性があるので、肩の柔軟性に合わせながら、まあ、シートの角度っていうのは合わせていただければと思います。今日はダンベルショルダープレスの解説をさせていただいたんですけれども、まあ、大体回数はですね10回程度できる重さに合わせていただいて、まあ、3セットほどですね設定いただければと思います。何が正しいかっていうところは、まあ、その方の鍛える部分であったり、まあ、柔軟性であったり、まあ、目的によってですねいろんな方法がありますので、今日はですねあくまでも、まあ、肩にしっかりと負荷を乗せる、まあ、フォーム、普段私が意識している点についてご紹介させていただきましたので、参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。新商品やセールのご案内を行っておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。